机の上に市販のテレビがあります。ちょっとした機械がありますが、電源プラグは刺さっていませんし、DVD プレイヤーもありません。机から約2メートル以内には何も置いていませんが、電源がオンになり、映像が映りました。遠くからもう一度。電源も DVD もないのになぜでしょう。ヒントはマイクロ波。私たちの生活で身近なマイクロ波といえば、電子レンジ。マイクロ波のエネルギーで温めています。電子レンジを分解してこんなマシンを作りました。いつもは食べ物をチンしているマイクロ波のエネルギーをテレビの電源をつける電力と DVD の信号を送るために使います。つまりこのマシンは電子レンジプラス DVD。映像信号を載せたマイクロ波を送ると電力と映像を伝えることができます。机の上の機械はマイクロ波をテレビをつける電力に変換するものです。丸い形の一つ一つがアンテナで、これがマイクロ波を受け取ります。トーナメント表のような部品は整流器。アンテナで受け取ったマイクロ波をテレビの電力に変換しています。離れたところに電力と情報を伝えることができます。こんな実験のように私たちの研究室はマイクロ波で電力を送る研究をしています。ワイヤレスに充電・給電できる便利な世の中を目指して新しい技術を研究しています。